今月の西田ビジョンです。今月はですね、前田明さん、皆さんご存知の格闘家で、リングスという、この格闘技団体も今もやっておられますけれども、その前田明さん、それと、前田さんを紹介していただいたですね、私の友人の、一水会代表の会長ですか、代表です、はい、木村光弘さん、お二方を交えてですね、今日はお話をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、それでもともとですね、前田明さんは昭和34年で早生まれですよね。で、私33年の9月で、まあ学年同じなんですよね。それでそんなんで、あの前田さんが、かつてあの新日本プロレスをやられたり、その後リングスで石格闘技ですよね、出られたの、私もワンワンでよく見てましたけども、とにかくまあすごい人だなと思ってたんですけれどもね。でそれがこの、私はあの木村さんといわゆるこのレコンキスタ、失地回復という運動をずっとされてましてね、で一水会の代表もされてるんですけれども、まああの西部先生を通じてね、非常に親しくお付き合いさせていただいたんですが、その一水会の総会かなんかの時に、あの私があのお尋ねした時にですね、大きな人がいるなと思ったら前田さんで、前田さんっていうのはね、あの要するにプロレスラー、あのこの格闘家なんだけど、なんでこういうところにおられるのかなと思ってたら、結構前田さんのいろいろ YouTube の発言なんか見ててもね、割とそういう政治的な、あの発言とかね、まあかなり保守的な思想でものをおっしゃってる感じな気がしましたね。まあ、そういうことも含めて、木村さんとの、お友達でおられるんだからね、基本的に保守系の方だと思うんですけれども、どういうところからこう木村さんも含めたそういう知り合いになってこられたのかなというところから、まずお話聞かせてもらいたいと思うんですけれどもね。自分あの正直言いまして、まあ、もうあの政治とかそういうのって全然興味なかったんですよね。それをちょっと自分はあの遅い結婚で49歳の時に、まあ、子供ができまして、はい、まあ、それからですかね、なんか、ぼちぼち、まあ、まずはちょっと自分の反省を振り返って、いや、あの本当に周り何もこうやって、まあ、あの波以上の生活を維持できて、子供まで授かって、でもう社会に恩返ししなきゃいけないなっていうんで、まあ、アウトサイダーっていうですね、不良少年の構成イベントをやって、はあはあ、まあ、そこから今朝倉兄弟とか、はあはあ、いろんな選手が出てきて、はあはい、あのまあ、世の中で活躍するわけですよ。はいはい、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、インターネットをちょっといろいろのいろんな情報を散見するにつれですね、なんていうか、もう、まあ、過去新聞では載んなかったような、いや実際これはこういうことなんだよっていう、まあ、国の成り立ちのシステム的な話から、今外交交渉とかもう日本の政治っていうのは、ね、あの日米合同会議っていうのに牛耳られてて、立法法案の100件中あの議員立法は大体20% ぐらいだと、あとの 80% はあの官僚がつくんだと、その官僚は誰のいいものになってるかっていうのも日米合同委員会と、アメリカで、はい、でそこでですね、ようやくですね、あの木村さんが昔から言ったら、対米追従はダメだっていう意味がようやく分かったんですよ、そこで。なるほど。それまで対米追従って、はい、まあ、はい、まあ言うのは分かるんだけど、はいはい、ちゃんとサンフランシスコ50億で独立してるし、うん、どうのこうのって、ほん でええー、と思って、サンフランシスコ50億の英語の、まあ、国務省、向こうの国務省発行の英語の原文をですね、はい、まあいろいろ見たらですね、あの自分の友人で友道慎さんって言いましたけど、はいはい、彼はですね、もともと学生時代はですね、あの同時通訳の会社でトップ取った人なんですよね。で彼にいろいろ話聞いてみると、これすごいからくりがあって、この中にはね、いろんな戦争によって止められた国際的ないろんな権利っていうのを復活するっていうのは、フォージャパニーズピープルって書いてあって、うんうん、ジャパニーズネーションとは一言も書いてないんだよと、うんうんうん、でこの中に出てくるジャパンっていう文字はね、国を表すんじゃなくて地域的なところを表すために使われている名詞であって、ジャパニーズネーションではないんだよと、なぜかってこの条文には一切ジャパニーズネーションっていう言葉が一言一句どこにも出てこないと、うん、っていう話だとかですね、もうちょっといろんな話を聞いて、うん、もう驚くことばっかりで、
もうそれがしね、それからなんかね、で今度食品関係、このなんでこのがんが多いんだろうとかね、このなんでこんなにあのアレルギーの子供が多いんだろうかって、うちの子供もねアトピーなんですよね、うんうん、だからもうすごい注意したんですよ、アトピーなんですね、うんうん、アトピーだとかですね、あとアルツハイマーは、まあ、西田さんもご存知と思いますけど、自分たちの世代で言うとちょっと20歳、俺たちが20歳ぐらいの時にですね、有吉沢さんが恍惚の人っていう、うん、小説を書いて映画化された、はい、で自分はその小説を読んでないんですよ、映画を見たんですよね、はい、で映画を見てその時の率直な感想はですね、こんなみたいなじじいるわけねえじゃないかって、こんなもんそんな感じですよ、はい、我々もあれ初めて見た時ね、はい、そんな人いなかったもんね、思いましたよね、思いましたよね、自分はね、こんな見たことも聞いたことないよって、そうそうそう、ところがその後実際にそういう人がどんどんそうそう、どんどんまあ高齢化というかね、長寿化した子ども含めて、がんも2人に1人だとかなっていて、うんうんうん、なんで日本代こんなんなの、うんうん、ってほんでよくよく調べてみたら、いや食品添加物が問題ないんだと、うん、っていう話だとかですね、うんうん、なんかほんで食品っていうのをちゃんとやらなきゃいけないのに、自民党の農業行政はなんかもう減反、うん、あの酪農大社も減作、うん、でなんかもう牛を殺してもう金を補助金もらえと、うん、っていうのをやったりとか、なんかもうどうなってるのかなっていうね、ふと周り見渡してみたらですね、若い子特にアウトサイダーっていう、はい、大会やってましたんで、はい、実際に若い子の声を聞くんですよね、うん、ほんだらなんかあの奨学金を背負っちゃって、え、奨学金を、はい、奨学金背負の借金を背負ってですね、なんか宿泊してる子がいっぱいいるんですよね、ほんで今時の子供 の、うん、の親っていうのはみんなね、やっぱり晩婚 で、うん、で子供はやっぱ大学入る頃にはもう定年なんですよね、うん、定年で下手したらですね、奨学金 どころじゃない、今あの流通の問題になってますけど、あのですよ、今の若い子いるじゃないですか、あの大学卒業する以上の子供、免許持ってない子がいっぱいいるんですよ、あ車のね、はい、で自分らの頃は、うん、もう下手したら高校卒業ぐらいの時に、お前免許取ってこいっつって親からもらって取りたんですね、今の親もその余裕がないんで、うん、免許は自分に取れる、車だともかくね、東京とかね、はい、都会に住んでると車の乗ってそのコストものすごくかかるしね、はい、駐車場も含めて、はい、だから電車の方が楽やというので取らない人も東京首都圏なんか結構多いのかなという気がしますけどねだから僕らはもう、ね、昔はもう成人の3点セットの一つとして、というか車の免許なかったら女の子とデートもできないしね、はい、まあ、当然持ってなきゃいけないと、そういう時代でしたよね。でその頃は、まあ、その話をよくしたのが、まあ、10年ぐらい前なんですけど、うん、10年ぐらい前の話で、当時なんかどうやって奨学金の返してんだっていう話した時に、うんうん、いやアルバイトしてんですけど、アルバイトもなんか前田さんたちの時代から自由にできないんですと、うん、で昔は掛け持ちで何件もできたと思うんですけど、今はなんか労働基準法がきつくなって、うん、若い人に対してそのあのバイトを2つ3つ掛け持ちで深夜まで働くっていうのは許されないんですと、でそのアルバイトって今時給どれぐらい回ってるのってそういうの聞いたら700円って言ったんですよ、その時、うん、何のバイトやってるんですかそれは。いやそれ なんかあの飲食とかですね、そうなったんですね、700円でね、俺その700円で来てびっくりしたんですよ。なんでかっていうと、自分らの時代であの年末の郵便局の年賀状の仕分け、あれが時給700円やったんですよ。 あれがもう50年ほど前ですよね。もう50年前ですよ、うん、50年前のバイトの時給と今の時給は変わらないって言って、それは今の若い子困窮するわなと思ったんですよね、うんうんうん、で一体どうなってんだって聞いたら、なんかもういや日本の、給料っていうのがもう約20年上がってないと、うんうん、そうでよく知られてるけど、なんか日本は対外資産世界一の国なのに、もうアメリカに言われて郵政民営化で貯金、あの郵政の、まあ、400兆だったか500兆あったような貯金ももう金融で表に出しちゃったりとか。なるほど。いやそれでね、はい、あのもっぺん元に戻るんだけど、はい、まあ、対米追従がダメだというね、レコンキスタという運動を、まあ、それでようやく分かったんですね。で私も元々ね、はい、まあ、参議院になったのは平成19年ですけれども、副会議になったのが平成2年でね、で その時からたまたまその時はまあ私が親父が参議院になったので、前も言ったか知らないけどね、私がなる予定じゃなかったんだけれども、私は税理士やっててやるつもりなかったんだけども、たまたまなることになっちゃって、
でそこからあの西部進むね、まあ、両友の先生ですけどね、はいはいはい、その先生といろいろな中で、まあ、今言ってる対米追従というかね、戦後のこの歪みね、はいはい、それに気がついて、でそれまで我々私らね、あの木村さんもね、あのアメリカのことは基本的に好きでしょ、はい、そうですね、まあまあ吸い込みがありますからね、なんかね、吸い込みでアメリカっていうのはものすごくね、いい国で、大きい国で、豊かな国で、そんなね、立派な国とね、なんで我々のね、あの先祖は戦争してんだと、バカじゃないかと、勝てるはずないんじゃないと、そういうふうに思いませんでした、最初思いましたね、ね、はい、でそれで私それをね、あの自分の親に聞いたんですよ、はい、母親にね、お母ちゃんと、なんで日本はアメリカと戦争したんやと、で聞いたら、うちの母親は昭和10年生まれなんですね、はい、でだから戦争は、まあ、疎開やってるだけで、まあ、もちろん参加しないですけどね、でそうすると、いや、庄司と、私らね、国士の時間にね、要は、あの鬼畜米英、はい、鬼畜米英と教えられたけどね、この戦争終わったら小学校5年生とか6年生でしょ、でそれ間違ってたって全部あの墨で塗られると、でだから本当のことはね、私らも教えてもてへんねやと、ああそれであんたあの学校の先生に聞いてみようしということで、ちょうど小学校1年生だったんですけどね、で小学校1年生の担任の川島先生に連絡帳でそう書いたんですよ、なんで日本はアメリカと戦争したんでしょうかと、でその先生は軍隊行ってましたんでね、ああそうするとこの先生の答えが良くてね、西田君、それは君が大人になってから考えなさいと書いてあって、あ、まあ、その時は、まあ、答えを、ね、あのはぐらかされたような気がしたんだけど、はいはい、それずっと残ったんですよ、はい、それが、でそれが残ったのが、もう一度30過ぎて、あの自民党 あの京都の府会議員をやってる時に西部さんに出会って、はい、同じ質問を西部さんにしたんですね、はい、すると西部さんがね、君の質問が間違っていると、はい、なぜ戦争を日本がしたんじゃなくてね、はい、アメリカは日本に戦争させようとしてるんだから、はい、ね、その答えが、まあ、あの問題の仕方が間違ってるんだよと、はい、アメリカにさせられてるんだよと、で、というところから、はい、私もね、そこからこういろいろもう一度、まあ、教科書にはそんなこと書いてませんからね、習ってきたことには、でもう一度いろいろ調べていったり、西部さんの本やらいろいろっていう中で、確かにと、でそれ言うと、その明治維新から始まる話ですよね、要するにもともとは日本鎖国やってるんですから、あの戦争もクソもないんです、初めからね、ところが明治維新の時に気がついたら、もう日本以外は全部欧米の植民地になってるわけですからね、まあ、その中でどう守ろうかという延長線上で最後、まあ、アメリカとの戦争に、まあ、なってるんですけれどもね、そう思うと、まあ、我々教えられたことが全然違うなというのにものすごく気がついて、でそれを私もまあいろいろ言ってるんですけどね、さっき前田さんが言っていたような、いろんなね、アメリカからの外圧でやれてんじゃないかっていうのももちろんあります、あると思いますよ、で問題はね、それよりも、そうであったとしても、そうであることを誰も知らないんですよ、自分でやってるっていうか、これは正しいんだという報道ね、まあ、政治家もそういうこと言う人もいるし、特にマスコミですよね、はい、これはもうそういうふうにあの引っ張っていきますよね、はい、そうすると、あの全然その本当は間違ってること、おかしなことなんだけど、何の疑問も持つにどん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 言ってると、はい、だからそれが我々のね、小学校とかぐらいの時は、まあ、戦争に負けてまだ10年、ね、ちょっとぐらいの時ですけれどもね、はい、まだ考えてみたら、マシだった、はい、今もっと なんかなってますよ、つまり我々小学校の時は占領されて、その後昭和27年で占領終わってることになってんだけど、その占領中にむちゃくちゃされたんだけど、やっぱり親はじめね、その大人が戦前から生きている戦前の教育をちゃんと教えられた人間がたくさんいたでしょ、はい、いましたね、だからその占領政策でいろいろやられても、はい、表面上それが正しいんだというようなことになっても、はい、本当は違うんだと、はい、泣いてんだと、まずね、まあ、例えば親の言うこと聞かなあかんとか、兄弟仲良くしろとか、社会でね、あの弱いもんいじめしてあかんとかいうことも含めね、要するに道徳観とかね、価値観は日本の伝統的なね、価値観を当然どこの社会でも教えてましたよね、ところが今そういうこと教えてないでしょ、これ全く逆さまなんですよ、そういうことも含めて、現代社もなんか3学期の終わりになんかもう、はい、はい、これは自分で読んでおいてとか言って、ああ、ね、だから今のね、本当の子供たちは、まあ、本当にほっとくと
あの学校教育に任せたということを私が言うのもねちょっと問題なんだけどね、その教育やってのお前らやないかって話になるんだけど、いや本当にそれぐらいもうなんかおかしなとこに行ってるなって気がするんですよね。今ねやっぱりその僕はねやっぱりちょっと31年だから、うん、2つか3つ、はい、で東京でしょ、はい、で東京もサンタマですよね、はいはい、そうするとあの当時ベトナム戦争があって、はいはいはい、で立川基地が近いんですよ、はいはい、でやっぱりそこに米軍がいっぱいいてね、はいはい、なんだろうなこれはななんていうふうな、はい、近くの地域でそういう接してきたから、はい、批判的になったんですけど、うん、あのでもやっぱアメリカは非常にね恩恵をもたらして日本の戦後にいろいろとまあこうミルク入れてくれたりいろんな援助してくれたり、うん、日本の発展に貢献してくれたっていうのが強かったですよね、うんうんうん、そういう報道になってましたよね。ところがベトナム戦争をやってて、うん、どうもなんかおかしいなっていうところでアンビバレンスになってる、うんうんうん、しかしだんだん今ずっとこうそれから見てくるとなんかね日本人の心がね、かつてあの江戸時代に本居宣長がね、うんうん、中国を批判するときに空心じゃないかということを言ってたんだけど、はいはいはい、今なんかね雨心になっちゃったね、そうそう日本がね、そういう感じがするんでね、だから価値観がやっぱりどん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 変わってっているわけですけど、うんうん、その辺をねやっぱり日本を取り戻していくっていうことではレコンキスタ失地回復 ね、 そうねっていうことも入っていくわけですよね、うん、そうで西部先生ともいろいろあの勉強会とかね教えいただいて、うん、で前田さんは前田さんで、まあ、戸橋さんのその関係もあったけど、うん、いろいろサンフランシスコ条約の話とか、うん、武道通信っていう雑誌で対談させていただいて、うん、でそういうことを話したら前田さんまたすごいこうやって一生懸命あの研究するわけですよ、うん、掘り下げてね、うんうん、でその辺からどん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 気づいていただいて発信していただいて、で朝まで生テレビでも一緒に出たりね、うん、朝まで一緒に出られた時は、はい、あの時はですね、はい、あの田原さんいない時いない回で、あそうですか、90年代の機種っていうんでね、そう分かってたんで、ね、なるほどなるほど、はい